闘開始。さてと、総雷神。なんてやつだ。これが真の車輪男継承者の力なのか。カカシたちは暁を退けることに成功するが、イタチ出現の方は弟のウチハサスケの耳に入ってしまう。一方その頃、渦巻ナルトは次のホカゲ候補であるツナデという女性を探すため、新たなる死ジライアと共に里の外へと旅立っていた。続く二人の旅路。その途中、とある宿泊施設で休息をとっていたナルトのもとに、その身を狙う暁が現れる。イタチとキサメの圧倒的な威圧感がナルトを襲う。何人も抗えない空間、緊張が張り詰める中、そこに一人の忍びが駆けつけた。その者こそイタチを狙い、イタチに恨みを抱く弟、ウチハ・サスケだった。サスケ、今の貴様になど興味はない。ウチハイタチ、あんたの言った通り、あんたを恨み憎み、そしてあんたを殺すためだけに俺は生きてきた。戦闘開始。
こっちだ。怒りに駆られたサスケはイタチと互角以上に戦ったかのように見えた。しかし攻撃は次第に見切られ、そして同日によってイタチの前にサスケは沈んでしまう。緊迫の事態、それを抑えたのはジライアであった。ジライアの実力を知るイタチたちはその場からの撤退を余儀なくされる。ようやく静けさを取り戻すものの、サスケは意識不明に陥っていた。渋滞のサスケを救うため綱手の発見を急ぐナルトたちであったが、幸運にも短冊街にて彼女を発見することに成功する。ところが綱手を求める者はナルトの他にも存在していた。この葉崩しで傷を負ったオロチマルとその部下薬師カブトであった。渦巻きナルトは二人から綱手を守るため毅然とカブトの前に立ちふさがり、怒りの目を向けるのだった。ナルト君、ガキはガキらしくさっさと逃げ出したらどうだ。俺は逃げねえ。お前は俺がぶっ倒す。戦闘開始。
サクラメス。綱手のばあちゃんは俺が守る。格上の兜を相手に勝利を収め、かつての姿から想像できぬほど渦巻きナルトは大きく成長していた。しかしこれがサスケを追い詰める一因となってしまう。かつてその実力に雲泥の差があった二人であったが、ナルトは急速に成長し、サスケに追いつこうとしている。自身の成長速度にサスケは焦りを感じていた。このままではイタチを撃つ力など手に入らないのではないか。兄への復讐、仲間とのつながり、さまざまなものを己の計りにかけ、結果ウチハサスケは復讐を選択し、力を得るためオロチマルの元へと向かった。たとえその身が闇に落ちたとしても、それがサスケの道であった。だがその行動を止めようとする者がいた。サスケにとって最も親しき友、ウズマ。必死に、ただ必死にサスケを追うナルトの前に、音隠れより放たれし忍び、キミマロが現れる。オロチマルのためにナルトを足止めするキミマロに対し、焦り、怒り、幾重もの思いがナルトの中に渦巻いていた。ウチハサスケの元へは行かせない。彼はオロチマル様の器となるものだ。俺の邪魔をするんじゃねえ！